はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員くつざわでございます。またまた画像提供ありました。土日となると各地で国葬植えメロをやってるみたいですね。池袋西口のみずほ銀行前で、やったそうであります。28日昨日ですね、鈴木陽介立憲衆議院議員、バカですが善人何回か喋ったことあるんですけども、まあ善人なんですよ。この人は、顔もそんな悪くないしね。ですけれども、まあ、立憲にいるっていうことだけで、ちょっとバカなんじゃないかなって思っております。清水美智子豊島区議会議員共産党、何回もやり合いました私と、議会や委員会などで、いつもですね、芝居がかってて笑いをこらえるのが大変でした。なんだお前、女優がみてえな口調で喋るんですよ。なんかね、芝居女優カメラ目線で笑っちゃうんですけどね。こちらはですね、天ネットワーク国葬反対、なんて書いてありますけど、まあシールズだの選挙ギャルズだの次から次へと飽きもせずって思ったらですね、池袋東京10区選挙区なんで、要するに鈴木陽介を応援する共産党と立憲のネットワークなのかなっていう、10区で10ってことらしいであります。こちらおばあちゃんがですね、プラカード掲げて賛成か反対か のシール貼ってもらってるんですけど、雨も降ってて、70歳、70代後半ぐらいかな、このおばあちゃんね。もうやめて、体に毒よ、雨も降ってるし、冷えちゃうし、なんて思いました。豊島区では立憲と共産が大の仲良しであります。これ特殊事情がありまして、豊島区はですね、小池百合子のお膝元であって、都民ファースト発祥の地で、今ね、区議会も6人いるんだっけかな、都ファ。他の東京の議会で、せいぜい1人か2人しかいないんですけどね、都ファ。豊島区だけ6人もいてですね、まあ、大勢力なんですよ。自民党から割れた人らなんですけれども、で、立憲と共産が協力し合わないほど、協力しなきゃいけないほど、都ファが強いっていう特殊事情ですね。立憲区議がですね、共産都議候補の応援演説しちゃうぐらい仲良しであります、豊島区は。内裏たすきで選挙違反も一緒にやってたしね。私 VS 共産党の懲罰委員会にも関係ねえのに立憲区議がしゃしゃり出てきて、何だのかんだの委員会で質問したり、まずはね、懲罰委員会を開くことに賛成してみたりね。これ共産議員が4人でですね、5人以上いないと動議できねえって話なんですけど、立憲が加わって動議に成功した。ギダギダの帰る位置にしてもキョトンとしてる日本語の通じなさ立憲議員、まあその人もう死んじゃってこの世にいませんけどね。同じく昨日8月28日16時頃、新宿南口ピースボート共同代表兼アイキャン日本石油代表の川崎哲ってやつと、日本賢吉っていう左翼芸人、憲法全文を朗読するしか芸がないだけれども、こういうのにしょっちゅう来てる日本賢吉、初めて知ったわ。文と総掛かり運動の沖縄担当成蔵、ハゲの方ですね。横でギター持ってんのはなんだかっつう替え歌芸人、らしいです、左翼芸人。同じく総掛かりのカメラマン、兼用心棒のカミネって読むのかな、このおじいちゃんね。まあいつでもどこでも同じ顔、ピースボートと、アイキャンの代表をやってる
川崎哲ですか、こんなのも名前分かられちゃって、いくら帽子かぶってあの黒マスクでごまかしても分かられちゃう、っていうことですか。いつでもどこでも同じ顔、まあまああの激しさを増す国葬上メロ運動、ですね。統一教会、うちの信者が24時間テレビを7年間手伝ってました。協賛もしていました。日テレ、テレビ金沢だし、知らねえし、ボランティアの宗教なんか確認しねえし、お前らそれで政治家、正しさだろうって始まる前から炎上してた24時間テレビなんですけれども、昨日放送を強行し、今年の総募金額は約 3.2 億円集まったそうであります。去年 4.2 億円、おととし 5.5 億円、その前 6.8 億円ということで、1億円ずつ、減ってますね。大体一応、右肩下がりが止まらない。今年の 3.2 億円っていうのも史上最低額みたいであります。30、40年ぐらい前、私中学生ぐらいで、中学生じゃないか小学生かな、45年前始まった時はなんだか知んねえけど、あの20億円ぐらい集まってたような気もしますけれども、今はこんなに落ちぶれてしまった。ネットの反応カウントダウンみたい、順調に減ってんな、あと数年の寿命だろ、この番組まだあったの、やってたことすら知らんかった、最後に見たの何年前だったかな。マラソンとかマジで意味わからんし、寄付募って宗教と変わらん、何秒か見たけど本当に面白くもなんともない、見えすぎた感動ポルノで吐き気がする、散々ですね、やはりというか評価は散々。30年前はコンビニにこれの募金箱置いてあったような気がしますけれども、あの気のせいだったかな。 30、40年前、スポンサー企業が広告出してくれればたとえ募金ゼロでも日テレは困らん構造になってるんですけれども、肝心の視聴率はどうだったんだろうな。スポンサー企業も気がつけよな。24時間テレビ評判すこぶる悪いですよ。こんなとこにあの広告ですからかえって逆効果かもね。番組特製 T シャツも全然売れず、近所のカカシが来ていたっていう目撃情報も寄せられております。1800円だって、そんな高くねえなって思いますけれども、ネットで手軽にクラファンやスパチャで投げ銭できる時代に年に一度、募金集めてなんて無理すぎんだよな、はっきり言って。マイナンバーカード取得者に最大2万円ばらまく事業が不振、予算 1.4 兆円予定資産に、8000億円しか出ずに6000億円が余っちゃった、ニュースがありました。本当にバカみたいですね。ネットの話です。マイナンカードってのは使うの、車の免許でこと足りるし、コンビニで住民票取れるのはええな、作ってないけど何も困ってない、市役所まで取りに行くのだるい、たまに役に立つ。現在の普及率はやっと5割突破ぐらいらしいです。マイナカードは総務省と財務省の事業らしいが、本当にバカみたい。カード作ればうんと便利になるとか、作らないと困るとかすればええのにね。あとあの厚労省も抱き込んで保険証と一緒にすれん、なんでこれのために 1.4 兆円も予算つくんでしょう。日本人一人当たり1万円以上ですよ、これの事業、こんな事業のために。しかも不審だし受けねえし、生活保護の総額で3兆円台、防衛予算は6兆円、マイナカード推進で滑った企画に 1.4 兆円って多すぎでしょ。私みたいにあのすぐに使っちゃった人は特典なしなんでしょう。不公平そのものやんけ。私が作った時は2万円なんかもらえなかったよ。保険証とセットにすればいいじゃん。そしたらね、あのたちまち行き渡りますよ。個人情報を政府に握られたくないって言ってる人はですね、運転免許も持ってねえし、国庫にも年金にも入ってねえの、疑問なんですよね。総務省の所管の携帯も持ってないの。総務省は携帯会社にすぐ契約者情報を問い合わせていきますからね。いや、あの、カードないだけで、番号はすでに割り振られてますからね。文明社会に属している以上、国家に属している以上、
少しの個人情報も知られたくないっていうのは不可能ですよ。ゴルゴ13じゃあるまいしね。ゴルゴ13は多分ですね、お金の力でどっかのあの賄賂、が効く国にパスポート作ってもらって、それで飛行機乗ったりまったりしてるんでしょうけどね。陸自が北海道上陸阻止訓練、過去最大級やったそうであります。こちらですね。対艦ミサイル。つまり陸上から船を撃沈するミサイル、撃った。ああ、ネットの話です。ロシアイライラ。あははは。上陸前に思いっきり空爆されるのでは。やっぱ突然乗り込んでくるのかな。まあ、訓練と称して、北海道沿海、沿岸あたり、うろうろしたら危ねえですよね。ウクライナそれで攻め入ったしね。ウクライナ戦線膠着、事態打開のため、北海道を攻める可能性は十分にあります。そんなバカな、余計苦しくなんじゃねえの。合理的な判断ができる指導者だったら、ウクライナにそもそも侵略しておりません。西部戦線の膠着でですね、突然ソ連に攻め入った例もあります。独ソ不可侵条約っていうのがあったのに、それ破ってね。だから合理的な判断できねえから、今こんな、状態になってんだから、そんなバカなはありえないって話。高価な、対艦ミサイルを実射訓練やったそうで、ロシアへの警戒は大事ですね。遠く離れたウクライナは日本を侵略する心配ゼロなんですけど、ロシアは見えるぐらい近いですもんね。北海道から北方四島見えるっちゅうからね、天気のいい日。天気悪い日でも見えるっちゅうから、現に警戒を。そのロシアで、志願兵募集開始と BBC 報道しておりました。好条件かつ60歳まで OK の大盤振る舞い。さらには受刑者勧誘。で、刑務所に担当者が通ってる。BBC 報道ね。兵になれば刑は免除なんでしょうかね。ネットの話です。60歳が戦場で役に立つんか。おとりには使えんじゃねえ。もう若者が6人残ってないんだろう。年長者は古い武器の扱いに長けてるんじゃ。使い潰す気満々じゃ。好条件とか嘘っぱちやろうな。戦死したら行方不明扱いで給料も年金も払わなくていいし。よく考えたら高給をもらえ前に死ぬんだろうな。戦争じゃないって特殊作戦だって言い張ってなかったっけ。試験ですけど、現在のウクライナがどうなってんのか、ちょっと詳細わかりませんけど、ニュースも減っちゃったしね。例えばですけど、自衛隊員募集、60歳までか。これ、やばいって思いますよね。日本人としたらね。60歳までか、だったら、俺もいけるけど、こんな肺がん治療後で体力ゼロに近い私が役に立つんだろうかって頭ひねっちゃいますけどね。通信兵とか、大丈夫なのかなって思ったりもするけど、そういえば重い機材しょって山とか登んなくちゃいけないんだ。無理かな。これは危機的やばいって思いますよね。それが今のロシアの状況。やっぱウクライナでうまくいってないんでしょうね。受刑者までスカウトって戦場に着いた途端にこれ逃げるんじゃ逃げるんじゃないの。それとそんなに人が必要だって未だに人海戦術やってんのかな。人民解放軍200万人で、アメリカ陸軍何万人って言ったかな、70万人って言ったかな。つったってあれですよ、世界中 VS アメリカ軍だって、アメリカ軍が勝つって言われてんだから、数じゃないんですよね。もう現代の戦争は日本にとっては攻めてくる可能性があるロシアの弱体化が国益であります。自衛隊もそれ分かってるから、この時期に大規模訓練やってるんでしょうね。ウクライナの頑張りに期待せざるを得ません。なるべくウクライナ頑張ってもらって、ロシアが弱体化してもらって、話も出なくなって、北海道に攻めてくる金も人も兵器もなくなってもらって、しかしまあ対艦ミサイルでロシアの軍艦攻撃するよりも、まあまあ海自の潜水艦の魚雷で沈めんのが先なんでしょうけれどもね。心配なのはロシアの軍艦がガーッて近づいてきてもですね、岸田総理
岸田政権がですね検討するかなんか言ってグズグズすることが心配なんですよ。だからこうなってこうなってこうなったら問答無用で撃沈するとかマニュアル作っといてもらいたいんですよね。もうあるのかもしれないですけれども、そうでないと検討ばっかしてる、自衛隊最高司令官岸田組を、心配でしょうがないですよ。接岸されても検討するなんて言ってたんじゃさ、だから何キロ以内に接近したら問答無用で自動的にそれこそオートで、魚雷発射するぐらいのマニュアル作ってみてくんねえかな、切にそう思います。というわけでメール党員さん大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。